わー、雪だー。ほらほら、アリス雪だよ。明日は積もるかなー。うーん、これくらいの雪じゃ積もらないかなー。そっかー。みんなで雪合戦したかったのになー。ふふ、そんなの今度スキー場行くときに思う存分できるわよ。そういえばそうだね。すっごく楽しみだよ。ねえ、アリス。うん、なに？今日クリスマスだけどさ、シオンのところにも、サンタさん、来るかなー。そんなこと心配してたの？心配しなくたって、サンタさんはちゃんと来るわよ。でも、いい子にしかサンタさんは来ないって、ヨウムが言ってた。よし、これで準備は整ったな。ヨウム、何やってるの？サンタさんにお菓子を作ってたんだよ。ほら見てみ。うわぁ、おっきなせんべい、一個ちょうだい。ダメ。そういやアリスも言ってたけど、サンタさんって、誰？え？お前サンタさんも知らないんか？知らない。誰それ？こいつマジか。まあでもシオンって幻想郷ではサンタとは無縁の生活を送ってたんだよね。サンタさんっていうのは赤い服を着て白いひげを生やした老人で、クリスマスになるとトナカイの宿空飛ぶソリに乗って子供たちにプレゼントを配って回る人のことだ。ほっほっほ、今日はどこまでに忍び込んでやろうか。プレゼントって、サンタさんは何をくれるの？なんでもだよ。自分が欲しいと思ってるものをみんなが寝てる間にくれるんだ。なにそれすっげー。でしょ？シオンのところにもサンタさん来る？あ、シオンのところにはサンタさん来ないんじゃない？え？どうして？だってサンタさんはいい子にしているところにしかやってこないからね。そんな。うわ、今年もサンタ捕まえようとしてるよあいつ。霊夢さん、サンタの役、代わってもらえませんか？無理。だからシオンのところにはサンタさんは来ないんだ。ふふ。何がそんなにおかしいのさ。いや、ごめんなさい。おかしくってつい、ひどい。確かに、サンタさんはいい子にしていないとやってこないわ。でもシオンは、シオンが思っている以上にいい子よ。ほんと？え？だからサンタさんもちゃんと来てくれるわ。ほんとに。ほんとだってば。疑り深いわねー。わーい、シオンのところにもサンタさんが来るぞー。もう、あんなにはしゃいじゃって。私が選んだプレゼント。気に入ってくれるかしら。いやーん、ちょっと勘弁してくださいよー。ダメです。契約はしっかりと守っていただきます。今日こそ、ひっくり返してもらいますよ。今まで貸したお金利息込み100万円。そんな無茶な。うちお金ないから借りたんすよ。つまり内装では触れませんのよ。わかったならとっとと解き上がれください。バカ野郎、それでも返してもらうつってんだよ。いい、この人野蛮すぎる。仕方ありません。それでは代わりになるものをすべて差し押さえさせていただきます。被告さん、ここに良さげなものがありますよ。あ、あれは、みんなのプレゼント。まずい、あれを差し押さえられたら、シオンのプレゼントが。そいつも回収しておけ。少しの足しにはなるはずだ。了解しました。待ちなさい。なんだ？邪魔するなよ姉ちゃん。すみませんね。これも仕事ですので。私は、あなた方にダンカブガチャバトルを申し込むわ。というわけでダンカブガチャバトルをすることになりました。どうしてこうなった？我々にダンカブガチャバトルを挑むその気概だけは買いましょう。ですが我々はこの勝負で多くの債務者を葬ってきました。負ければ借金の倍増、その意味があなたたちにわかりますか？そっちだって、私たちが勝てばあいつの借金全額チャラですからね。ちゃんと約束は守ってくださいよ。もちろんです。ダンカブガチャバトルのルールは絶対ですから。ですがこのダンカブガチャのスペシャリストたちに勝てるでしょうかね。おい、なんでお前らそっち側についてるんだよ。クック、ついにこの時が。ようやくこのチャンネルの主である貴様らに復讐ができる。我らのシリーズが封印されたこの恨み、今ここで数倍にして返してやる。まあ、アホみたいな理由で私らを困らせようっていうのか。アホみたいな理由とはなんだ。アホみたいな理由って、わしらにとっては死活問題なんじゃボケー。そんじゃまずは私から引かせてもらうぞ。頑張って霊夢。やれやれ、私らが今までどんだけダンカブでガチャ引き続けてきたと思ってんの。こんなの私らが勝つに決まってんじゃん。誰が勝つに決まってるって。ダンカブガチャの10連目は遊ぶからな。しゃあない。10連引いて空振りとは情けない。もちろん我ら出国金融の社員一同は10連を引けば必ず1体は SSR を引き当てられますので。ほらね。ちょ、上の通知、充電中に撮影すんなよ。我はセテシの末裔、コーマ館の主、シナズノ女王。美しい。当たったのは初期からいるレミリアさん。何気に当たったのはこれが初めてです。さあ、一歩こちらがリードしましたが、まだこんな出来レースを続けますか？何言ってんだ。勝負は最後まで何が起こるかわからない。サレンダーは受け付けても、私たちから投げることは絶対にしないぜ。粋なことを言うのはいいが、とにかく当てろよ。初っ端から外したあんたにだけは言われたくないでしょうよ。確定演出が出ない。終わったなこれ。あ、自分がサレンダーいいっすか？なに、また想像しいことが始まったわね。へへへ、さすがはマリサ。この局面で私を引き当てるとは、ご褒美になでなでしてやる。わあ嬉しいなぁ。とは軽すぎませんか？見たか、これが私とマリサの絆の力だ。貴様らみたいな俗物に私たちは負けない。しっかり自分の手柄にしようとしとる。どうしようもないわねこの子。どうしたんだ君たち。この調子でどんどん SSR を引き当てよう。私たちの力でね。うぜぇ。なぁに、差が縮まってしまったのならまた突き放してやればいい。このわしの人引きで貴様らを絶望の地へ。まあこういうこともありますよね。ここで外したところで何の問題もありません。全然次で挽回できますし。怖い。ガクガクブルブル。うわーん、こんな日に限って外すなんて。マジ役に立たねえなおめえ。そのセリフマッチでおめえにだけは言われたくねえよ。やはり問題はなかったようですね。ここでさらに差をつけさせていただきますよ。確定に前向き演出。うそーん。
美しくも儚げな幻想郷へご歓待。エモ属性ゆかり様、おそらくこれで進化レベル9くらいにはなるんじゃないでしょうか。一面のひまわりが私を呼んでいるの。鏡りゆかさん、こちらもエモ属性のスコアアップ系の御霊カードです。勝負は来たのではないでしょうか。まだ勝負はね、そうですそうです。まだ勝負は終わってませんし、まだワンチャンあるんじゃないかな。皆さん諦めムードじゃないすか。ひと言みたいに言わないでもらえる。ここで私が引き当てればいいだけですよね。任せてください。こういう時のための奇跡じゃないですか。はい、ダメでした。ではここでダメ押しの一発といきましょうか。最強の称号をかけて戦え。私がなんで今出てくんのよ。せめて私たちが引いた時に出てきてほしかった。これで1対4。あなたたちが引ける回数は残り1回。この状況でもまだ読まいごとをほざけますか。さすがにこれは。ああ、勝負ありだな。まだよ。ここで諦めたりしたら、あの子が。あの子の初クリスマス、絶対悲しませたりなんてさせないんだから。なんだか。このオーラは、この絶望的な状況でもまだ諦めてないというのか、まさか。いや、まさかのまさか。あれ？ワンチャンいけそうな流れ入った？いけはい、それでは追加で借金100万円の負債ということで、お支払いの方よろしくお願いいたします。いやー、そうして次の日、わーい、本当にシオンのところにもプレゼントが来たー。私シュークリーム大好き。そう、うん、えへへ、クリスマスって最高だね。